先日、ブラック解放同盟大阪府連合会と70歳代の男性が私を訴えて、ブラック担保記事を消せっていうような、そういう訴えを起こしたという記事が出てるんですけども、共同通信とかね、朝日新聞とか、まあいらの、いろんな新聞が出てますよ。で、これについて、まあ、結論として私は徹底抗戦するし、仮に裁判の結果が確定しても事実上従いません。というのも、これは法律の問題じゃなくて、もう論理とかね、 もう事実上の話になるんですねえ憲法で居住移転の自由というものが認められてましてこれはつまり旅行の自由なんですもう仮に紛争地域で 外務省なんかがもうこの地域には行くなって言ってたとしてももうそれを止めることはできないってぐらいこれ強力な権利なんですその国民がいろんなところに行ってそこを見て聞いてっていうことをすることはでそれで何かしら見て聞いたことを記事に書くっていうこともそれも全くもって自由なことなんですで部落から部落だからダメだっていうふうに言ってるけどももちろんそんな論理に通じるわけないですで部落って書くな童話って書くなって言うんだったら別に 他の表現方法なんていくらでもあるわけです。これ本質的には、ある地域に訪れて、その地域の実情を記すっていうだけの話なんで、それをどう書くかっていうのは、いくらでもやり方あるわけです。だからそれで、裁判所がこれはダメですよってヘリクつこねて、なんかもう細かいところをあげつらってヘリクつこねて、これはダメだ、これはダメだ、だからダメなんだ。で、例えば図書館にある本はいいんだけども、ネットで書くのはダメだって言ってヘリクつをこねたところで、 ま、次のやり方っていくらでも考えられるわけですよ。ね。で、これはもう法律じゃなくて本当に理屈の問題なんです。もう、もう自然科学の問題って言ってもいいわけです。人間って足があって歩けるし、交通機関もいっぱいあるわけ,わけだから、どこに移動するっていうことも自由だし、そこで何かしら書くっていうことも可能なわけです。だから、それをダメだって言われたら、もう報道機関なんかカメラ持ってね、じゃあ、 臨保間とか童話関係の施設が写り込んだらそれ違法ってなるんですかで前輪だとかまあグーグルマップでもその童話対策集会所とかなんか開放会館とか言ってねそれを書いたら駄目なんですかっていう話なんですよね。 だからこれもう法律以前の問題としても理屈の問題として通らない話なんで僕は仮にあの大阪地裁はまたへりくつこねてねバカみたいな判決出したって僕はいくらだって抜け道はあるし事実上判決なんて僕従わなくていいと思ってるんでだから僕としてはそのまあ一応僕は徹底抗戦しますよもういろんな意味で徹底抗戦はしますただ判決を確定してもそれは実行力はないっていうことは 裁判官の皆さんはあの、ぜひ覚悟してください。法務省人権擁護局の皆さんも。うん。まあ僕は意味してることっていうのはよくわかると思います。で、僕、訴えてるのも70歳男性って高齢ですよね。あと何十年かしたら死にますよ。僕より先に死に,死にますよ、確実に。で、その、いまだにブラック差別があるだの、結婚差別がどうなの、そんな話がね、この先続くわけないでしょ。 あの、コモンセンスです。あの、常識として考えてください。あなた方の言ってることに普遍性があるのかどうか。この時間的な空間的なね、不普遍性があるのかどうか。常識的に判断、常識的に判断していただければ、裁判所がどんなヘリクツこねようと、そんなものは通用しないということになるわけです。うん。本当常識で判断してください。ということで私は言いたいことを言いました。以上です。